イオンタウン、大館西は、秋田県大館市にある、イオンタウンが管理、運営を行っている、ショッピングセンター。大田ナリッジ法での届け出場の名称は、大館西ショッピングセンターである。1995年8月、国道7号沿いに、マックスバリュー、大館西店とメガマートを、各店舗として開業した。ロック開発株式会社が開発した3番目の、 ショッピングセンターであり、管理、運営も同社が行っていたが、設置者は企業ではなく個人であった。2006年2月にカーライルグループと SO、W などが共同でロック開発より施設を取得したが、運営は引き続きロック開発が行っている。カーライルグループは施設の資産価値を高めるために、改装や新規テナントの誘致を必要に応じて行うと発表した。 2011年8月31日付で、イオン株式会社が、ロック開発株式会社のすべての株式を取得100%子会社化し、9月1日に社名をイオンタウン株式会社に変更した。これに伴って、順次施設名をロックタウンからイオンタウンに変更することになり、当施設もロックタウン、大館西をイオンタウン、大館西に解消した。 届け出町の名称は、ロックタウン、大立西、イオンタウン、大立西ではなく、大立西シ,ショッピングセンターである。開設当初の各店舗、マックスバリュー、大立西店は、秋田県で唯一のジャスコが運営していた、マックスバリューであったが、ジャスコの経営合理化などにより、1998年8月に、店舗は、ジャスコマックスバリュー事業本部から、 北日本ウェルマートに移管した。2008年に入り経費削減などの理由により24時間営業を取りやめる。また、業績不振のためマックスバリューから食品ディスカウントのザビックに業態転換し、2008年12月にザビック大館西店としてリニューアルオープンした。ロックタウン大館西に関するカテゴリー、ありがとうございます。